こんにちは。今日はちょっと変わったところから YouTube 発信したいと思っております。どうぞよろしくお願いします。先生、ここのお部屋は何の部屋ですか？ちょっとびっくりするでしょ。私も実はね、びっくりしたので今日ちょっと YouTube 撮ってみようかって言ったんですけども、実はね、ここね、少しずつ痕跡残ってるんだけど、6畳の和室なんですよ。絶対和室に見えないよね。ちょうど今カーテンしてるここがね、ちょうど東側で壁だったの、外壁。その壁を取ってもらって、ここに大きな窓をつけてもらって、まあ、自分で企んでたのは植物をなんかこう作業する部屋を作りたいなっていうのがちょっとあったんですけど、家族からもね、何の部屋って呼んだらいいとか言うから、うん、和室っていう、ね、でも和室の感じはね全く残ってないんですけど、まあ、仕事の合間とか、仕事に行く前とかです、朝早朝とかにちょっと植物の手入れをしたいっていう時、外でできないので、お家でできるようにしたいなっていうのが一番の目的でした。で、それで例えばね、今3月下旬なんですけども、まだね植物が少し動き始めたくらいで、観葉植物がなんとか寒い冬ね乗り越えて、なんとかいてこう生きてくれてるっていう状況なんですけど、そんな時に急にお花をね、いただいたりしたものを、こういう風にいろんな器に入れ始めたら花屋さんみたいになったんですよ。で、可愛いですよね。それで思わずね、やりながらも、なんかこの部屋、最初はその観葉植物とか手入れをする部屋にしようと思ってたんだけど、なんかやってるうちにこれは植物で遊ぶ部屋だなと思って、でたまたま今は花屋さんにしました。なんかね、売るわけではないんですけど、なんか花屋さんみたいになったんですよ。で、そう言いながらもね、やりながら、やっぱりパッチワークと共通すること多いなと思いながら、組み合わせ、色と色の組み合わせとか、この辺映ってますかね、グリーンがねとっても綺麗な、何種類もグリーンが綺麗な植物なんですけど、ちょっとこういうなんかアンティークローズみたいなね色が入ったら素敵ですよね。ね、例えばね、ちょっと派手な色が集まってるんですけど、意外となんかいろんなものを入れるよりは同系色でまとめたんですね。アリストロニアとかユリとバラとっていう感じでこうまとめたりしてることがすごい好きでね、楽しんでるんですけど、これもね同系色で合わせましたね。で、それぞれこうやってる時に、あ、やっぱり私これ好きだわって思いながらね、楽しんで出ると、あ、やっぱり名前は植物を楽しむ部屋にしようと思いました。で、今はこういうふうにちょっと花屋さんっぽく、よくちっちゃい頃お菓子屋さんになりたいとか花屋さんになりたいってよく言ってたことね、あるよね、おままごととかしながらね、その中でいくと私は花屋さんになりたいって言ってたような気がします。で、そうこうしてるうちに、やっぱこう季節的にね、ちょっと動き始めた時期なのでね、今これちょっとやり始めたんですけど、これ実はね、やり始めたところなんですけど、まあ、こうやってねお花を飾って、いろいろ色合わせをしながら刺していくのも楽しいんですけど、今ね私のこの周り、家の周りのお庭でとってもこのスミレがね綺麗なんですよね。ちょうどなんかプレゼントしたいなっていう人がいらっしゃるので、今ちょうどねこう器をこう選んで、こういう風にしてお家の中でねこういう作業ができるって
ちょっと体的に楽なんですよ。外でするとね、どうしてもしゃがむとね、あの腰が痛かったりとかするけど、なんかこんな感じでボリュームとかを見ながらね、見てこんな感じに仕上がってちょっとかわいくなるんですよね。そしたらこうちょっとうちの庭に咲いたんですけどもってこう人に差し上げるのを楽しみにしてます。こんな感じでね、やっぱりこの部屋は植物を楽しむ部屋です。本日はご視聴ありがとうございました。